ある方です。ワンパン打ちというのを推奨してました。おー、いいですね。今のいいね。タイミング取るタイミングみたいなのが、あの簡単に飛ぶんで、まあ、飛んだ感覚っていうのもやっぱりあった方が絶対いいと思うので。あー、いいじゃないですか。すごいいい練習だなって思いました。オキです。タイキです。メロボー。はい、お願いします。お願いします。はい、いきなりですが、チケット外国人一番有名な人といえば、はい、ペタジーニ。ペタジーニ、懐かしい懐かしい、守備めっちゃ下手でしたね。結構外国人といえばラミちゃん。あ、ラミちゃん。あ、ラミちゃん。ラミちゃん。わー、先言われちゃった。もう一つ質問あります。試合前とかバッティング練習とかやる前にやる練習といえば、ティーバッティング。ティーバッティング。素振り。素振り、あー、いいですね。はい。まぁ、ちょっとスペースがない中で、バッティングの基礎を作るっていうところなんですが、ある方です。ワンバン打ちというのを推奨してまして。ワンバン打ち。はい、ワンバウンドしたボールを打つ、推奨してる方がいるんですけど、その方なんと、大地さんが言ったラミちゃん、それを取り上げてた動画もあるんで、まあ、ちょっと後で一回見ていただいて、それをちょっと実践してみようということで、ラミちゃん曰くティーバッティング、トスバッティングをやるぐらいならワンバウンドをやれとおっしゃってるんで、まあ、実際どうなのかっていうのをまあ、検証していこうかな。見ていただいてる方、知ってる方もいるかもしれないですけど、この見た目で、この格好で、実は野球経験者なんです、ね。はい、意外なんですかね。早速じゃあ、実践やっていきますか。はい、はい、やっていきましょう。忘れてた。はい。じゃあ実演してもらおうかなと思うんですが、さっきちょっと話に出たトスバッティング、ティーバッティング、結構ね、あのいつでもやるのかなと思うんですけど、まあ、どこを意識して何をポイントを置いてやってるのかっていうのをちょっとまずお願いします。じゃあ僕はいつもティーで意識してるのはポイントですかね。ポイント、 バットとボールが当たるポイントをめちゃくちゃ意識してます。斜めから来るボールではあるので、うん、そのボールをこう前でこう引っ掛けたような打球をずっと打ってしまうと、うん、もうそういうバッティングが身についちゃうので、うん、もうできるだけ来た方向に対してそのまま返すぐらいのイメージでポイントは前にならないように意識をしてやってます。はいはい。まあ、ティーバッティングは、まあ、オキティなんで、はいはい、まあ、さっき素振りと一緒だよっていうのも言ってたんですけど、まあ、確かに、まあ、素振りと一緒同じ場所を打つので、ただ振ってるだけになりがちなんで、前から飛んでくるボールじゃないからこそ強く振って、はい、まあ、その狙った方向に打てるようにっていうのは意識してますね。まあ、どちらも大事だと思うんですけど、まあ、でもそれよりもワンバンを打てという今回ですね。なんかその狙いとかも話してましたが、動画の中でセンター方向、逆方向、まあ、打つ練習かなって。でマシンバッティングの時はインコースだけ打つって言ってましたね。おっしゃってましたね。タイミング取るタイミングみたいなのが、バウンドしてからなんかタイミング取り始めるって言ってて、そこの時間がやっぱ長いバッターっていいバッターだと思うんで、そこをグーってこう長く取れるようにした方がいいかなと思います。じゃあやってみましょう。はい、行きましょう。バッターとピッチャー。バッターバッター、はい、わ、強打者だ。行ってみましょう。じゃあお願いします。お願いします。おお、なかなかピッチャーのこのあれも難しいね。あ、全部引っ張ってる。はいはい。おー、いいですね。今のいいね。おー、いいじゃないですか。本来の実力。本来の実力。今日は打球見えてますか？今日は一応見えてます。この間打球見えてなかったから、はい。カメラ、やっぱ本番に強いタイプなんですね。一応カメラ上打球見えてないですね。序盤の引っ張ってるやつも全部見えてます。プレッシャーに弱いです。言ったらこうボール変えてみますね。な、何に変えますか？次テニスボールに。テニスボール、あ、しかも赤だ。お、どうですか？1球ですけど、まだ、まあ、やっぱテニスボールの方が、はい、あの簡単に飛ぶんで、はいはい、まあ、お子さんでも、まあ、飛んだ感覚っていうのもやっぱりあった方が絶対いいと思うので、あ、まあ、その打てるこの楽しさっていうのは、まあ、テニスボールでやった方が、はい、あとはもう
体育館でもできるんで、安全でもあるし、室内でもできる場所があれば、はいはい、軟式より軟式ボールよりは入れやすいんで、まあ、その面ではどちらでもいいとは思いますね。これなんか赤いいですね。赤、そうですね、黄色だとやっぱ見づらいってことで赤にして、そんなところも考えられてる。そうですね。わー、いやらしいですねあー、いいね。ボール拾いますはい、実演お疲れ様でした。お疲れ様でした。実際打ってみてどうでしたか？まあ、ボールに合わせて打っていかなきゃいけないんで、はいはいはい、やっぱちょっと難しいかなっていうのはありますね。最初の方はね、ちょっと引っ張り気味というか、うん、引っ掛け気味だったんで。もちろんピッチャーも投げる位置難しいと思うんですけど、うん、でもやっぱそれに合わせていくのも練習かなって思うので、うん、そのバッターは動いてもいいのかなって、こうボールに合わせて動いてタイミング合わせる、ね、はいはいはい、もうホームベースを気にしてじゃなくて、まあ、そのバウンドに合わせて打っていくっていうのも大事なのかなとは思いますね、うん、なんかホームベースといえばなんかちょっと僕だけすごい気になっちゃったんですけど、どこでもホームベース、どこでもホームベースこれ負けるんで。負けるんですか？あ、そうですよね、柔らかい。うわ、これ持ち運びがシュッいやいや、ちょっとダサいですけどいけるな僕小さい頃とかやっぱホームベースありきのピッチングとかやりたいじゃないですか。いや、やりたいです。あれじゃないですか、こうやって足でこう、あ、そう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 、こうやって書いて、でも分かりづらいですよね。これだったらリュックにも入るし。そういうことです。やってんな。やちょっと話取れちゃいましたあの投げてる側で見ててどうでしたか？やってるの見てて。投げるのは、まあ、実際そのコントロールとかは難しいかなとはあるんですけど、はいはいはい、でもバッターのこのグーってこの間合いというか、うん、あれがすごい長く取れてるなっていうのがあるんで、はいはい、意識的にやっぱそこが長くできるっていうのはすごいいい練習だなって思いました、ね。うん、どうしてもやっぱりちっちゃくなっちゃって速くなっちゃったりってあるんで、それを強制するにはすごい良かったです。なんか見てて思ったのはやっぱあんまりこう実戦で打ててない時期とかにすごいいいのかなと思ったんですよね、うんうん、気急いじゃったりとかなんとかヒットにって言ってこう前のめりになっちゃう人がやった方が、しかもゆっくりした球で、まあ、実際でも結構ね、今回のもそうですけど、まあ、何がいいのか何が悪いのかっていうのはあると思うんですよ、もう情報社会なんで、うん、まあ、練習とかどう選んでましたか、お二人は？自分たちが小学校の時はそれこそガラケーの時代なんで、本当に毎日じゃあ T 何箱、起き T 何箱、うん、じゃあそれ打ったらバッティングセンター行こうかみたいな。あ、でもう技術面はチームの監督コーチが教えてくれる、はい、っていうのがやっぱり一般的だったかなっていう。今、まあ、僕野球やってる身として、はいはい、いろんな練習があると思うんですけど、まず一回やっぱ体験してみるというか、うん、試してみることはものすごく大事だなと思います。はいはい、疑いの目とかもまああると思うんですけど、まあ、バカにしちゃりとかあると思うんですけど、一回騙されたと思ってやってみて自分が感じることってあると思うんで、はい、人がこう悪いよって言ったから全部ダメってわけじゃないと思うんで、はい、全部何でもやってみることが大切だと思いますね。別に練習の真面目な場じゃなくてもいいですか？それは遊びとかそういう友達同士でとかでも全然いいと思います。うん、うん、どんな形であれも試してみることがいいと思いますね。うん、まあ、分かんなかったら相談すればいいですね。そうですね、コーチ監督とかに、うん、もちろんね、お二人でもいいし喜んでいいじゃあまあまあちょっと疑惑の目はあったですけど、まあ、実際やってみるのはありかなと、皆さんにも試していただきたいと。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とコメントとグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。